よいしょ。さて、ではね、たった今作った、東京渋谷池尻大橋の名店オステリアボーの島田シェフが考案したね、アンチョビの唐辛子パスタです。まあ、お店の中では辛いぜっていう名前でメニューに載ってます。ほら見て、真っ赤でしょ。これがね、病みつきになるのよ。いただきます。来るね辛いうまい辛い、これですよ。辛いうまい辛い、病みつきになるね、このパスタはね。いつ食べてもそうなんだけどさ、もう真っ赤な唐辛子の粉とね、アンチョビ結構たっぷり入ってます。アンチョビ多分3匹分ぐらい入ってると思うね、一皿で。たまんないね、これ。白ワインが進みます。あー、至福だねこれね。YouTube 上げてますとね、いろいろコメントもいただきまして、どうもありがとうございます。まあ、こういう動画撮る励みになりますのでね、コメントどんどん寄せてください。ちょっとまで上げますとね、この間一番コメント多かったのが、春キャベツとアンチョビの和風スパゲッティですね。春キャベツ、キャベツってイタリアではあんまないんですよ。ちりめんキャベツみたいなのありますけど、日本みたいになんかこう、普通にこう山ほど売られてるキャベツみたいなのはまず見かけないんですよね。まあ、僕もちょっと探してなかったのかもしれないですけど、まあ、それとアンチョビね、まあ、今日もアンチョビ使いましたけども、アンチョビ大好きなんで、まあ、それと一緒にこう作った、キャベツのパスタがね、コメントいただきましてね、まあ、白いニット着てたんですけど、白いニットお似合いですね。今回も美味しそうです。週末作ってみようと思います。グラッツィミルレ、作りました。とっても美味しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ。美味しそうです。アンチョビ使うので、塩加減難しそうです。はい、まあ、ちょっとね、最初難しいですね。だいたい通常は一皿、まあ、1尾ぐらいですかね。缶詰とか瓶詰とかのアンチョビありますでしょ。あれのだいたいこう1尾ぐらいでいいんですよ。ただ今回のこれはもうアンチョビが売りなんで、アンチョビメインのパスタなんで、一応3尾ぐらい入ってます。まあ、2尾がオイル漬けで、まあ、1尾分はペーストになってますけどね。はじめまして。パスタも和のテイストが入ったパスタが好きです。はい、和のテイストのパスタもどんどん作りますのでね、よかったらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。頑張ります。ではでは、チャオ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 ボナノってチャオ。